上黒岩岩影遺跡湿度の女神像を刻んだ、戦国歴の一つ上黒岩岩影遺跡は、愛媛県熊高原町で1961年に発見された縄文時代早期を中心とする岩影遺跡である。国の史跡に指定されている、石槌山の西南陸に源を発するおもご系が、熊川と合流する五三湖から、 熊川を約3キロメートル遡った右岸の貸し段球場に立地する。高さ3 0ルの石灰岩が露出した岩陰にあり、遺跡の中心は岩壁の両北端から西南側面である。上黒岩岩陰遺跡考古館1961年に近在の中学生によって発見されて一躍有名になった遺跡である。発見以来九百七十年まで5時にわたって、 発掘調査が実施された。その結果、第1層から第9層まで遺物が包含されており、縄文時代早期から縄文時代後期までの1万年近くにわたって、使用されてきた岩陰であったことが判明した。1962年10月の調査で、特に第4層からは、縄文時代早期の埋葬人骨。また、1962年8月には、日本。 考古学協会同決意席特別調査委員会による調査が行われ、第14層までの掘り下げ、第9層からは、縄文時代早々期の最流期戦分動機、優絶戦闘機、矢柄研磨機、さっき、年代測定では6層が1万7000プラスマイナス 300BP、11層が1万2165プラスマイナス 600BP。600 注目される遺物としては、投げ槍の刺さった腰骨や、女神造船国歴がある。は、1969年に発見され、当時は、縄文時代早期の男性の骨とされていたが、後の報告書によれば、計算婦の腰骨で、生前かまたは、死後間もなく出突されたものであろうという。同様の傷が他にもあり、死後儀礼の可能性もあるという。の、 ビーナス像とも称される女神像戦国歴は、鋭利な白変石器を用いて、女性像をつぶてに描いたとされるもので、信仰の対象だった可能性が指摘されている。この種の像が出土したのは日本では上、黒岩岩影遺跡が初めてであった。同じ土層からはおよそ14,500年前の発見当時としては、世界最古級の土器片も出土した。動物遺体では、 日本自回の獅子を主体に、カモシカ、ニホンザル、アナグマ、タヌキ、ニホンオオカミ、オオヤマネコ、ニホンカワウソ、イタチ、ツキノワグマ、ウサギ、ムササビ、ネズミなど多様な種が出土しており、骨髄を利用した解体痕も見られる。家畜では埋葬事例とされる犬の出土が特筆される。また、遺跡からは川にナが大量に出土しており、 食用とセル説のほか自然体積や新しい年代のものが混入した可能性が考えられている。1962年11月に県史跡に指定され、1964年に三河村が遺跡の範囲379.6平方メートルの土地を公有化した。1971年5月27日、国の史跡に指定された。 出土品は上黒岩岩陰遺跡考古館に展示されている。なお、岩陰内の異物方岩層は科学的処理により固められて保存されており、断面観察を可能とする措置が取られている。国道33号線沿いの側道に考古館が位置する。松山市役所より約80分、熊高原町役場より約10分。 熊高原町の中心部から JR 四国バスが1日9本、伊予鉄南予バスが1日7本運行している。JR 四国バスは松山市内より直通運転。2017年に上下落ちで駅行きバスは廃線となっており、熊駅から熊高原町 A バス、熊内で線を利用する必要がある。ありがとうございます。